トゥームレーダーファーストミッションは2018年公開のアメリカ合衆国のアドベンチャーアクション映画。2013年にスクウェア・エニックスより発売されたコンピュータゲームトゥームレーダーの映画化作品。監督はローアル・ユートハウグ、主演はアリシア・ビキャンデルが務め、ドミニク・ウェスト、ウォルトン・ゴギンズ、ダニエル・ウー、クリスティン・スコット・トーマスが共演している。大企業。 クロフト社を経営するリチャード・クロフトは古代日本の女王、卑弥呼の墓を探すため、娘、ララ・クロフトを残して、日本に向かい行方不明となってしまう。警察もリチャードは死亡したと判断したため、ララには父の会社を相続する権利が生じるが、父の死を認めたくないララは相続を拒否し、自転車便のバイトで生計を立てていた。しかし、 クロフト社の経営を一任されているアナミラーとの再会をきっかけに会社を相続しようとするが、そこで役員のヤフェから父の遺品を受け取り、屋敷の地下にある父の研究室に向かう。そこにはヒミコに関する資料とビデオレターがあり、ビデオレターにはヒミコの力を悪用しようとする組織から世界を守るため、資料を廃棄してほしいとメッセージが残されていた。 ララは父を探すことを決意し、父が船をチャーターした香港に向かう。香港に到着したララは、父が雇った船長の息子、ルーレンと出会い、二人の父を探すため、ヒミコの墓がある間の海に向かう。航海の途中、ララは父の残した手記を読み、ヒミコの力を狙っている組織は、トリニティと呼ばれる集団だと知る。ルーレンの船は、 ヒミコの墓がある島に近づくが、嵐に巻き込まれて二人は海に放り出されてしまう。島に打ち上げられた二人はトリニティに捕まってしまい、そこでトリニティのメンバーであるボーゲルから父が殺されたことを聞かされる。ボーゲルはララの持っていた手記をもとにヒミコの墓に向かおうとするが、ルーレンの援護を受けてララは脱出する。森の中を逃げ回ったララは生き延びていた父リチャードと再会する。 二人は再会を喜ぶが、手記がボーゲルの手に渡ったことを知ったリチャードは動揺する。ララは墓脇を阻止するため、ルーレンや他の人々を解放して逃がすが、リチャードがボーゲルに捕まってしまい、ボーゲルたちと共に墓の中に入っていく。ララたちはトラップをかわしながら墓の中を進み、ヒミコの棺を発見する。ボーゲルたちは、 ヒミコのミイラを運び出そうとするが、部下の一人が伝染病に罹患して死んでしまう。ララはヒミコが伝染病に感染し、感染を防ぐために孤島の墓に眠ったことを知り、ミイラを持ち出そうとする、ボーゲルと銃撃戦となる。ボーゲルはミイラのかけらを持ち出して逃げ出し、伝染病に感染したリチャードは墓に残ることを決意し、ララにボーゲルの阻止を頼む。リチャードは、 ミイラと共に自爆し、ララは格闘の末にボーゲルを倒して地上に脱出する。ルーレンたちと合流したララは、トリニティの輸送ヘリを強奪し、島から脱出する。ロンドンに戻ったララは、父の遺産を相続し、正式に、クロフト社を引き継ぐ。クロフト社の資産を確認したララは、子会社の中に、トリニティのフロント企業が紛れ込んでいること、アナが、トリニティの関係者であることを突き止める。 ダラ,ラは、父の意志を継ぎ取りティの野望を阻止することを決意し、質屋で H&KUSP を購入する。アリシア・ビキャンデル、括弧内は日本語吹き替え2011年に GK フィルムズが映画化の権利を取得した。2015年11月にローアル・ユート・ハウグが監督に起用され、2016年4月にアリシア・ビキャンデルが主演を務めることが発表された。 主演にはデイジー・リドリーが噂されていたが、彼女は噂について狂った噂と一周していた。2016年12月にウォルトン・ゴギンズが悪役として出演することが発表され、2017年前半に他のキャストも順次発表された。2017年1月23日からケープタウンで主要撮影が開始され、6月9日にリーブスデン。 スタジオで撮影が終了した。クロフト邸の外観の撮影には、ウィルトシャーソールズベリー郊外にある、ウィルトンハウスが使用されている。ビキャンデルは、役づくじのために4ヶ月間に、週5日間ジムに通い、ロッククライミング、ミックスマーシャルアーツ、ボクシング、水泳、自転車、アーチェリーのトレーニングを行っている。また、友人のアレクサンダー・スカルスガルドから紹介された、 トレーナーの指導で食事制限をしていた。2018年3月2日にドイツベルリンでプレミア上映が行われ招待客とコスプレファンが出席した。3月16日からはアメリカで IMAX3D リールに上映が開始された。北米ではラブ・サイモン17歳の告白 I Can Only Imagine Us へ繋ぐ歌と同じ週に 3854? の劇場で公開され、2,300万ドルから2,900万ドルの興行成績を収めることが予想された。木曜日の深夜上映の210万ドルを含め、公開初日は910万ドルの興行収入を記録した。公開初週の興行収入は2,350万ドルを記録し。 ブラックパンサーに次工業収入ランキング第2位となり、公開第2週の工業収入は1060万ドルを記録した。世界市場ではアメリカに先立ち、アジア9カ国で公開され、初週末の工業成績は1420万ドルを記録し、うち韓国が最高額の290万ドルとなっている。二千十八年三月十六日から中国でも公開され、 公開初日の興行成績は1230万ドルを記録した。これは公開初日の記録としては、ワーナーブラザース映画史上5番目の成績となっている。ヨーロッパプレミアに出席するエミリー・キャリー・ロッテン、トマトズには237件のレビューが寄せられ、支持率49%、平均評価5.4、10となっており、トゥームレイダーファーストミッションは、より根源的なアプローチと、 明確なスターを持つフランチャイズをリブートするが、どちらも賞賛されない、オリジナルストーリーではうまくいかないと批評されている。公開直後には、ゲーム原作作品として、同サイトで最も高い評価を得ていたが、数週間後に、ランページ巨住大乱闘に記録を抜かれている。メタクレティックでは十三件のレビューが寄せられ四十八百の評価となり、シンデマスコでは、 B 評価となっている。バラエティ誌のオーウェングレーバーマンは映画を高く評価し、ローアルユートハウグの指揮する新しい、トゥームレーダーファーストミッションの驚きは、主役であるビキャンデルの才能を弱めず、ギムナスティックと CGI のスリルの中に彼女をはめ込んでいることです。映画には弓矢によるシューティングや古代のスピリチュアルミーティングなどのアクションが多く、含まれているが、ほとんどは、 確かな人間のスケールで描かれています。そのスケールは役者に巧みに合わせられていると批評している。roger.ebert.com のマットゾラーは3、4の星を与え、これは彼らが興奮するほど華麗なシークエンスとタフなオードリー・ヘップバーンのような女性ヒーローで美しく作られた素朴なアクション映画ですと批評している。 シカゴトリビューンのマイケル・フィリップスはに4の星を与え、リブート版、トゥームレーダーファーストミッションは、最初の半分は悪くないが、残りの1時間は悪い。アクションヒロインが撃たれ、殴られ、蹴られる姿を見るのは楽しいものではないと批評している。ハリウッドリポーターのトッド・マッカーシーはストーリーを、酷評する一方で、ビキャンデルの演技を絶賛している。イクスクレームの マットボブキンは5、10のスコアを与え、トゥームレーダーファーストミッションは、愚かな行動には全力を尽くすが、破壊的な意味のディープなものを集めようとはしないと、批評している。プロデューサーのエイドリアン・アシカリシュは、異ンのインタビューで、トゥームレーダーを、ジャスト・コーズ、ヒットマン、エージェント47、エウス・ X、シーフとユニバース化する構想について語っている。ありがとうございます。